流しそうめんいかがですか。どうぞ流しますよ。はい、オンザロード宮城支部のリーダーをやっております、魚谷博史と申します。よろしくお願いします。やっぱり、今までと変わらず、住人の人たち、石巻市民の人たちのサポート、これからも心がけてやろうと思ってます。またそんな中でいかにして、人々の交流が生まれるか、子どもたちの遊び場なんかもどうやって継続的に維持できるか、そういったところに着目して今後の、サポート、復興のサポートを携わっていきたいと思ってます。はい、まだまだ道のりは長いなっていうのは、そうですね、長いですね、感じますよね。でもなんかとはいえこういう若い子どもらとか、はい、子どもたちの姿を見てるとやっぱりあれですよね、諦めてはいけないな。そうですね、やっぱ僕たちも父親世代にこの世代を託されたんで、やっぱ次の世代を託すためにもここでいい絆が結べて、ね、復興に向けては絶対郷土愛が必要だと思うんで、子どもたちに本当に石巻が好きだって思ってもらえるようにね、もっとなんか石巻のいいところをこれから見つけていきたいのとも思ってます。はい、まず僕自身が東北に来るきっかけになったのはその311の震災がきっかけなんですね。あとでボランティアで入ったんですけど、やはりプラスに捉えるというのはやっぱこれ新しい出会いですかね。これを継続すること、例えば僕らの団体でも2万人延べ人数2万人のボランティアに参加してもらいました。でそれがこの震災を機に出会ったメンバーなんですが、ただそこで終わるのではなく、これからも何らかの形で協力し合い、この関係性を継続することが新しく生まれたものだと思ってまして、そこを大事にしたいなと思ってます。はい、支援のやり方もいろいろ方法はあると思うんですけど、常に考えてもらわなくてもいいと思ってるんですね、僕は。ただたまにやっぱり東北のことを思い出して今どうなってるのかっていうのを思い出すことによって、そこでできることを何かやってもらえたらなと思うんですよ。あんまりこう常に考えすぎるっていうのは疲れも出てくるし、それぞれの生活スタイルがあると思います。なのでたまに思い出してもらって、東北がどうなってるか、そう思った時にはやっぱ来ていただくのが一番かなと思ってますので、はい、そういったところでたまに、東北この 3.11 の大きな大震災があったということを思い出してもらいたいなと思います。